WRVP ラッシュタイムブレイク、本日も始まりました。ジブラです。ランチタイムブレイクは月曜日から金曜日お昼12時より渋谷道玄坂レップスタジオから生放送でお届けいたしております。はい、今日はね、今日から、ゴールデンウィークということなんですけども、残念ながら雨でございます。渋谷区は、ちょっとパラパラだけど降ってる感じかな。現在気温は17度、あ、また傘忘れちゃった、失礼。現在気温は17度、よし、ちょっと待った、治ったかな。はい、治りました。現在気温は17度、本日最高気温は19度ということで、1時に18度、2時に19度ですが、まあ雨降ってるからなのかね、4時にはもう18度、6時17度、でもまた10時から18度に上がる。あ、そういうことなんだ。はい、ということでございますけれども、雨の方は結構ずっと降る感じかな。特に夕方5時からは 90%、 7時には 100% で、11時まで 100% で、その辺から少しこう止んできて、2時には止むような感じになっております。明日は晴れみたいですね。最高気温23度ということで、暖かい日になるんじゃないかなと思いますけれども、明日は一応暦上では休みじゃないんだよね。だから何ですかね、良心的なゴールデンウィーク、的会社は OK なのかな。そういう感じだと思いますけれども、はい、良心的なグランドマスターは明日も休みでございます。はい、そんな感じで、毎週木曜日はスクールオブヒップホップと題しまして、ヒップホップの歴史をいろいろ紐解く、感じなんですけども、この4月から毎週ゲストをお迎えして、その方のいろんなタイミングの楽曲を聴きながら、昔話をするという風にやっておりますが、今週のゲストは GK マーヤンが登場いたします。まあ雷のね、結成の話から、まあ、最近ニューアルバムも出てますんで、その辺の話まで、ニューアルバムの話までできたらいいなというふうに思っております。ちょっとツイッターの方見てみましょう。ハッシュタグ WREP をつけてつぶやいていただけたら番組中拾うんでよろしくです。はじえけたちかのいなずま、ジブさんはいよ、昭和の日、買い物しながら聞かせてもらいます。そうか、今日は昭和の日なのね。リアット G シティ、ご無沙汰しております。お久し、久しぶりにゆっくり拝聴いたします。シェンロン AK 流、こんにちは、今日もよろしくお願いします。エンツバ、今日も聞いてます。お天気雨模様ですが、よろしくお願いします。ニコ、ジブさん、皆さんこんにちは。スクールオブヒップホップ、今日のゲストはランブレ初登場のマイアンさん、めっちゃ楽しみにしてました。良平、こんにちは、今日も仕事しながら聞いてます。カオリン、こんにちは、天気悪い鳥取です。ゆるーく仕事しております。まあみんな今今日はどこも天気悪いんじゃないですか。関西はどうなんだろう。タク0824、よっしゃ、歴史のお勉強、最近木曜日ゆっくり聞けなかったから久しぶりにしっかり拝聴。ウェイヨーです。マヤンさん楽しみ、あ、ライスバーガー、ウェイヨーです。マヤンさん楽しみです。ともひこ、ジブさん、リスナーさん、セイハロー。あいにくの天気ですが本日の講座よろしくです。マーシー、ジブさん、ウェイヨー、今日もよろしくお願いします。ガラナ、ジブさん、ウェイヨー、今日は祝日なのでランブレゆっくり聞けます。雨ですが引きこもりなので天気気にせず本日もよろしくお願いします。エンザサナダマル、ジブさん、支える皆さん、お聞きの皆さん、こんにちは、拝聴ウェイヨー。支える皆さん、新しいな。オミカ、ジブさん、ウェイヨー、今日はスズキが美味しいと魚屋さんが言うので、それを買って自作のタルタルソースでランチにします。タルタルはエシャレットとワインビネガーで味付け、うまそう。ゴールデンウィークも仕事しながらレップ拝聴。八千丸、ジブさん、こんにちは。ゴールデンウィークは雨からの始まり、寒いくらいですね。でも今はこのくらいでいいのかもですね。今日は桜タウン お邪魔しようかなと思ってます。ありがとう。今日はこの後ね、まあ、ちょっと夕方スタートで、俺の出番は一番最後みたいですけれども、桜タウンの方で、ここに出てるはずだ。ネオネーション。はい。ネオネーション、ダンサーさんたちのイベントですね。俺以外はシンペータもライブやるのかな。学ぶ、 GK マイアンさん、レップ出演とても嬉しいです。雷勢は、各々最近活動活発になりそうなので、今後もレップで雷勢を大プッシュしていただけると嬉しいです。マイアンさんのポップアップは夜勤明けに行く予定が起きたり夜だったので行けなかったです。ごめんなさい。あらら。他には、ビッグマン、リサ、チョキくん、アイガラチャレンジ、ヨシケン、メイクドナドゥ、テラ、パン AK 麦、ミッド B ボール、トリテン、みんな聞いてくれております。ということで、早速スクールオブヒップホップ始めてみたいと思います。本日のゲストは GK マヤン。 yeah, yeah, yeah.
おはよう、おはよう。おはようございます。よろしくお願いします。こんにちは。はい、みんな聞いて楽しみにしてるみたいで。初登場ね、これ。初登場、ランブレ、はい。そうなのよ。ということで。やっと来ました。はい、今日はちょっとね、まあ、スクールオブヒップホップはさ、うん、基本まあ、いろいろこう、なんていうのかな。まあ、本当にアーカイブにしたいというか、うん、みたいな、もう昔からの、ヒップホップ、日本のヒップホップどうやって、どうなってったか、その時みんなどんなの聞いてたかとか。なんかそんな先週のね、豊かさんの話がすごすぎた、うん。すごかったよね、あれね。聞いたことなかったから。いや、そうなのよ。まあ、うん、その世界規模というか、アメリカ規模というか、うん、そういう話じゃないんだけど、うん、その当時日本で起きた、うん、雷発生の、はい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 、うん、そういうの話したいなと。今日なんなら雷発生しないのかね、この雨はね。そんな感じですけれども。まずは、マヤンの、うん、まあ、ラップのきっかけとか、うん、そういうところらへん、まあなんか俺ももちろん、今までね、何度か、インタビューで聞いたこともあるし、うん、あれなんだけれども。やっぱね、ペイジャーがでかくて、うん、ペイジャー自体はどうやって知ったの、初めは。なんだろうな。でも、ムロ君がまず、うん、やっぱファインとかに出てたのかな。はい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 、はい、うん。で、ファイン出てる、あ、DJ だと思って、俺新宿かなんかで、うん、人と、知り合いの人と先輩と一緒にいるのを見て、うん、で、話しかけて、あ、ムロ君と出会ったみたいな感じで自分勝手に思ってるんだけど、うん、やっぱその後はやっぱペイジャーで、うん、下北スリッツのイベントかな。スラムダンクとか。スラムダンクとか行って、衝撃を。で、まあそこからね、ラップするぜってなる流れがあるわけじゃない。うんうん、その辺はどんな感じだったの？俺はね、うん、93年がペイジャーじゃ、うん、活動してた、見ました、はい。なんかラップやりてえなって、これできるなってなった時に、うん、93年の終わりぐらいかな。R ホールでコンテストを開催するっていう告知があって、うんうんうん、それに、ちょうどリノたちもラップ始めて、うんうんランプアイと GK マーヤンは GK マーヤン、うん同級生の DJ とコンテスト出んのよ。うん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 。R ホールの。で、テープを作る。ほう、うん。お互いテープを作る。うん、で、審査があったのよ。うんうん、で、審査して、うんうん。審査員は誰とかがやってたの当時。ね、うん、ズーのカズさん。うんほー。だと思うんだよ。そういう話を最近また聞いて、誰だったのかなと思って、ヤスカ、なんか多分カズさんだったよって聞いて、リノが知ってたのかな、うん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 、まあ、R ホールは基本ダンサー箱っていうかね、その時ね、そういう感じだったからね。うん、で特にまあ、ズーのメンバーがみんな、こう、うん、結構ひしめき合ってるような。なんとなくカズさんだったらやりそうな感じするもんね。かもしれないね、コンテストとかね。確かに確かに。うん、うん、うんうん。だからテープを出して、ランプアイと俺は、それぞれ合格して本戦。うんうんに出場みたいな通知が来て。それ自体ってさ、うん、ラッパーだけ？シンガーもあり？ラッパーだね。ラッパーだけだ。やっぱ手横振り系向いたよね、うん。ほう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 。EDM じゃなくてね、なんか、つくばの方にグループがいたんだよね。EDU。EDU。うん。も出てた。はいはいはい。出したら MC ハイジも出てる。ほう、うん、ほう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 。で、ランプアイ俺とか4人5人5組ぐらいかな。で、ランプアイが優勝。その時って、あ、GK マーヤンっていう名前になったタイミングはどこなんですか？そこだね。そこ、うん。なんでその名前にしようとしたんだっけ？なんだろうな。やっぱ G つけたかったね。うん。ペイジャーと共にやっぱドクター・ドレにもやられたんで。G つけたくて。うんまあ、小林正史だから、K、はい、正史、マーヤン。マーヤンは小学校からのあだ名なんで。うん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 、そこに G をグレートをつけたんだね。グレート小林マーヤンだね。はい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 。まあ、その辺はね、プロレス好きも入ってくるってことですかね。はい。そんな感じだけど。あんま名前はね、うん。うん、トントントンと言ったかな、うん、つけて。名前つけるときってさ、うん、まあほら、よく人につけてもらったみたいなやつもいるじゃん。そうね、そうね。自分でつけたわけ。遊んでて、自分でつけた。でしょ、うん、俺も自分でつけたんだけど、うん、なんだろうね、自分でつけるときってさ、いろいろ考えるんだけど、それ初め言うときちょっとだけ恥ずかしいよね。うん、まあずっとそれ言わないといけないからね。そう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 。うん、初めちょっとだけ恥ずかしいんだけど、だんだん慣れてくるっていうか。あとね、G と K の間にドットが最初ついてないね、多分。ああ、そうかもしれない。ブルヤスとか、うん、イベントやってるとき、鬼溜まりやってるときはついてなくて。GK で
スペースでマーヤンだったんだよ。そんな感じ。そんな感じだったよね。それをね、煙突の寺西がね、ドットつけたんだね。二つ。それも二つつけたね。G と K と。G もつけた。G と K の間、K と M の間ね。そうなんだ。そうなんだよね。それが正式なんですね。正式ですね。で、今はもう、だからスペースもない感じが正式でございますけれども。だからちょっとね、自覚とか気にしたかもしれない。あ、そう。で、ドットがついて多分良かったんだと思う。あ、そう。そんなあれはしないけど、占ったりはしない、調べたりはしないんだけど、ちょっと自覚は気にしてて。ドット二つつけたことで多分ずっと続いてるんでよかったんだと思う。そういうのはちょっとある。今日はね、やっぱりスクローブヒップホップ、大体みんなその、当時、聴いてた曲とか、影響を受けた曲とか、そういうの結構いろいろかけながら話をしようと思うんですけれども、ページャー、日本語ラップの前に、US のヒップホップは聴いてた？もちろん。その辺はどの辺から入ったの？一番最初だからもう、ゆたかくんが DJ してくる、最初してる頃からだから、80年代。やっぱディスコ行ってて、はい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 、ディスコの中で、ランディ MC とソルトンペッパーと、あとなんだろうな。ビーチとか。ビーチ、ホリデーラップが必ず4つぐらい。はい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 。かかってて。かかってたね。で、今度、ラキムが出たり、EPMD 出たりすると、それもガンガンかかる。はい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 。そういうやっぱパーティーとかディスコの、からヒップホップ聞いて、やっぱこれ、やっぱちょっとビート違うな、みたいなね。まあもうね、ほっといたらだってね、もうユーロビート全盛期だったじゃない。そうディスコとかは。俺らね、15、6はね。そうそうそう。俺とマーヤン一個違いなんですけど、まあもう完全に。まして DC ブランドでも。そうだよ。メンズビギーとか、そうそうそう。ギャルソンとか一生懸命着てたわ。そう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 。買えないか、ワイズは。で、なんだろうね、セカンドバッグ持ったりとかね。ビトン持てればいいけど、バレンチノとか。そう、レノマとか。もうなんか、だからまあ、高校生パーティーみたいなのもいっぱいあったし、ああいうのね、なんだっけ、ビンゴとかでさ、当たったりする。で、ビトンの財布とか。そうそう。で、やったーとか思うと偽物だったりするんだよね。で、その話の続きだと、その中で、大学生というか遊び人の人は、みんなスーツ着てんだけど、ジーパンに MA1 で来るみたいなさ、そういう集団がいてさ、うわ、なんだこの人たちかっこいいみたいな。そこで、そうだね。アウトサイダーの映画見たり、あ、これなんだ、みたいな。この格好してる、みたいな。はいはいはい。そんな時代だよ。当時ね。まあ、なんだろうな。それ80多分6年。5、6年。そのぐらいかな。そんな感じだからね。ね。だからまあ、まあ本当なんだろうな。渋かじって言われる前の、アメカジ。いわゆるね。その時代なんだけれども。まあそっからだん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 こう、なんかやっぱだからアメリカに憧れる的なところがすごくでかかったのかもな。俺なんかも完全そうだったし、っていうところから。ゆえたけゆきさんっていう人。ほうほうほう。もろアメカジで俳優やってんだけど、普段着がアメカジで、かっこよかったな。どこに行ってた？買う。バックドロップとか。バックドロップ、あとなんかスラップショットとあとなんだっけ、あそこ。サープラス。サープラスね。はいはい。サープラスにゆえさん、ゆえたけゆき働いてた。反対側だっけ？明治通りの向こう側だっけ？今の公園の前ぐらいね。公園の前ね。宮下公園の前。はいはいはい。結構でかいとこだよね。ちっちゃいちっちゃい。あ、ちっちゃいとこだっけ？あれ、なんかでかいとこ一個なかったっけ？あの辺に。スラップショットだね。それか。でかかった。まあそんなね、ところからこう、いろいろ話はいきますけれども。街並みは変わりましたね、変わりましたよ。本当に。だって今もう特にこの数年で渋谷はもう激変だよね。そうだ、ピンクドラゴン、ピンクドラゴンの並びにあって。はいはいはい。ピンクドラゴンの裏は今ビルになっちゃった。そこにサープラスがあって。ピンクドラゴンは、なんていうか、まあ、ロカビリーみたいな。そっちも流行ったんだよね。そういう人たちもいっぱいいたよね。原宿の文化みたいな。そうそうそう。ローラーの文化か。そう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 。下手したらちょっとした、下手したら俺らだからヒップホップなかったらローラーだったんだよ。待ってたかもしれないよね。ちょっと世代が上だと。本当そう。まあそんな感じなんですけども。一曲とりあえず、ちょっと初めの頃のね。ペイジャーをね、やっぱ聞いてたから、ペイジャーも、なんつうんだろう、個々を認め合うラップ集団だったと思うんだよね。そういうユニットだったと思うんだよね。当時から、やっぱそのマイクリレー、向こうのラップも、マイクリレーの曲になんか憧れたっていうか、こう、ワクワクした。エネルギーをもらうみたいな。この曲やべえ、みたいな。そのギャングスターじゃなくて、個性のあるラッパー同士の、マイクのつなぎ合いみたいな曲が
はい。うん、好きでした。はい。うん、当時から。ということで、今日はそういうのをいくつか用意してくれております。お願いします。はい、行ってみましょう。まず1曲目は、マヤン紹介する？何行くの？もちろんそれはあの、ヒウィゴーヨーでございますよ。ヒウィゴーヨー。はい。お願いします。はい、行きましょう。1曲目はこちら。91年リリース、Tribe Called Quest Scenario。WREP ウェブランチタイムブレイクスを聴いただいたのは、本日ゲスト GK マーヤの選曲でトライブコールドクエストシナリオでございました。はい。イエーイ。まあこれはとにかく、まあもう本当になんだろうな。トライブコールドクエストラッパー2人と、リーダーズオブザニュースクールの3人、っていうことだから5人でやってんだけどね、とにかくこれはまあ当時からもう出てきた瞬間に打ち上がり。楽曲やったなね、バスターこれでまた、これでもう一気に、そう、一気にまあもう、あの、注目株になったってところだと思うんだけども。ね、これね、あれだよ。あの、初めて、宇治と会った時。はいはいはい。あ、これのコピーを歌ったっていう。そう、そう、これの、お前ラップしてみろよって言ったらこれを歌ったんでしょ。俺ラップやらせてくださいって言うから、ライブ出させてくださいって言うから、お前何でラップできるの？できますとか言うから、やってみろって言ったら、いきなりこれをカタカナラップで始めて、お前それさ、ってシナリオじゃんって言ったら、はい。ダメなんですかみたいな。ダメですやりがちですみたいな。その時代に特にやりがちですみたいな。まあ、味笑ったからね、あの時のもうね、鳩が豆鉄砲食らったみたいな宇治の顔、今でも忘れない。ダメなんですかって言われちゃった。ダメなんですかやばいでしょ、本当に。本当面白いなと思う。この曲かかると本当、ヒデちゃんとか、ケンボーは本当に歌うよね、これ、ね、そうだね、うん。サイドマイクでそのまんまカバーしちゃう。いや、もう全部歌いたくなるやつだね。でもまあ本当にあの、ラーラーのところはみんな言うしね、やっぱりね。はい、まあそんな感じでございますけど。まあだからなんだろう、これの中でもさ、Ain't no criminal って言って、あの、はい、俺たちは犯罪者じゃねえとか言ってるラインがやっぱあってさ。だからまあそういうことだよね。そうだね。なんかそういう、なんていうのかな。あの、ギャングではないけど、あの、っていうところのさっき言ってたマーヤのね。そういう目で見るなっていうか、ね。そう。違うことを訴えてるぞという、ね。そう、そういう感じでございますけれどもね。雷、じゃあさっきのね、はいはい、コンテスト、うん。コンテストまでは、コンテストの前に、ま、あの、リノたちとかは会ってたの？会ったんだよ。会ってたんだ。うん。そう。五反田のカラオケボックスにね、グロアランダの山ちゃんが連れてきたね。ほう。渋谷の J トリップバーで、すごい、生きのいいダンサーを見つけたと。ほう。で、知り合ったっていう話を聞いて、したら2日か3日後にバーってかかってきたね。そこに訪ねてきたね、リノが。その時は、誰がいたの？マーヤンと山ちゃんと。グローの山ちゃんね。しかいないよ。二人でいたんだ。そこに呼んだみたいな感じだったの。呼んだら来て、で、じゃあ、そう、ダンサーなんだけどラップやりたいみたいになって、同時期だね。俺もなんか探してて、ラップやりてってなってて、一緒にやろうなんて言ったことないんだけど、同時期にやり始めて、そのコンテストかな。で、そのカラオケボックスで働いてたら、次の年に、94年の、真ん中、そのコンテスト94年の頭かな、で中間ぐらいに今度フライヤー持ってきて、ブラックマンデーってフライヤー持ってくんだよ。ほうほう。で、ユーザロックとベンちゃんがの、写真が載ってる、フライヤーが来て、あ、この井さんなんか知ってるぞと、俺も。見たことある、あ、これユーザロックって言うんだ、みたいな。おじさんっぽいね、みたいな。何歳なんだろう、みたいな。で、とりあえず行ってみようっていうことで、リノたちとそこブラックマンデーに行ったら、まあ、ユーザロックが、マイクマスターぶりがすごくて、もうこの日をヒップホップ全開でやるぞっていうのも多分決めてたんだね。で、その当時。その時は、じゃあ、ゆうちゃんとベンちゃん二人でやったの？そのイベント。やってたでしょ。CD も出してるからね、ユーザロックは。アルバム出して後で。違う、その、ブラックマンデ自体は。パトリックもいたと思うよ。あ、ほんと。パトとゆうちゃんその時も知り合ってて、ベンちゃん、まあ、メインがベンちゃんで、そこのサイドっていうか、まあ、DJ として、パトリックいたのかな、あとゲスト呼ぶのかな、そういうことだったんだね。で、そこに、ミノたちと一緒に行ったと。行った。その時ってさ、ムロ君とかはどうなの？ムロ君も遊び来てたかな。
マーヤンはマーヤンでムロ君と出会ってて、うん、リノたちはムロ君とはどうやって繋がってたの？スラムダンクだね。スラムダンクだ、うん、見に行ってる。そういうことか。やっぱそう考えると山ちゃん存在でかいな。山ちゃんが、グロアランドの山ちゃんが、ケンボーと一緒に、高木寛さんの後ろでバックダンサー。なんで、そうなんだ。まあ、ケンボーは来てないからあれなんだけど、やっぱケンボーはもう、あれか、ボブさんの後か。ボブさんだね。ボブさん、みんなボブさんつながり。ダンサーでボブさんっていうすごい年上の、ね。リーダー的な人がいて、ニューヨークガンガン行っちゃう。やっぱだからそう考えるとさ、当時ってほんとその、ダンサーシーンはでかかったよね。うん、そうね、そっちが先だね。ね、ほんとにそう。あれがやっぱりガーッと盛り上がったことで、まあ、うちらのこうフィールドができてきたというか、少しずつ。ダンス甲子園と、あとは、ダダだね。ダダだね。ズー。ダダ。あとダンスダンスダンスとか。もうそうだね。そう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 。ダンスダンスダンスとかだってダウンタウンが司会だったもんね。今考えると。90年代よね。すごい時代だよな。そうそうそう。で、まあ、まあ、ほんとだから俺なんかも完全にそういう流れで、まあほら、たもつさんのね、イベントに出してもらって、そうだね。で、そこで。あ、ギドラ出てんだ。そうそうそう。最初にね。そうそうそう。なんかとにかく R ホールでライブやりたかったのよ。なんだけど、なんか普通のイベントなかなかこうブッキングされないし、で、したらなんか知り合いが、なんか日曜日にたもつさんがイベントやってて、それもう一人なんか女の人が、オーガナイザーで手伝ってる人がいて、で、その人の、俺の知り合いが共通の知り合いで、その人と。で、うちのイベントでもしノーギャラでよかったら全然ライブやってよって言われて、あ、全然やります。つって、月1だったのかな、もしかしたら。やったんだね。そう、日曜日で。で、それが、それのね、レジデンス DJ が健坊だった。はいはいはい。で、そこで、健坊も知り合って、はいはい、っていう感じだったのかな。そうそう。だからもう完全に俺もね、そういうもうダンサー畑というか。で、当時やっぱりダンサーの連中は、もうラッパーだったら、もう正直ペイジャー以外は聞かねえみたいな。ペイジャー以外認めねえみたいな人たちがすげえ多い中で、なんかギドラも認め、かっこいいねみたいになってくれて、っていうところだったのかな。だからまあ本当に、まあ、なんていうか、俺もでも一番初めなんかやっぱり、ダダとかそういうの見てて、あ、っていうか、なんかそれまでに俺が見たことある日本のヒップホップの人たちに比べると、こっちの人たちの方がなんかかっけえな、みたいな。なんか感覚が、なんか向こうっぽいな、みたいな。そうだね。そういうなんか不良っぽさっていうか、そういうのもちょっとあったし、っていうのを感じて、そう。だからまあ、こいつらに認められたいっていうのはすごいでかかったかもしれない、当時から。でも憧れすぎずね。そうだね。多分やってたから俺ラップできたね。そういうことだと思う、ね。あんま憧れすぎて真似してもよくないかな。当時ね。曲も一曲行ってみたいと思うんですけど、はい、さっきのシナリオが91年、こちらも91年の楽曲でございます。こちらも、激アツマイクリレー。Yeah. メインソース、Live at the Barbecue。WRP Wet Lunch and Bake。さっき聞いたらメインソース、Live at the Barbecue でした。これね、まあ、ナズが、初バースかましたってことで、はい、有名な楽曲ですけれども、そんな感じで今日のスクールオブヒップホップゲストは GK マーヤンが来てくれております。ここで一回コマーシャル挟みまして、コマーシャルの後もいろいろレアなお話聞いちゃいましょう。 Stay tuned。 What's up, man? Cool, man. WRP Wet Lunch and Bakes back again。 本日、スクールオブヒップホッパーゲスト GK マーヤン in the building。 雷、お笑いの雷の人たちに関しては、前にミュージックボムに出してもらった時に雷を名乗ってる件についてはもうがっちり言っといたんで。がっちり言ってるね。皆さんご心配なく。うん、はい。はい、そっからその後、ツイギーも出たし。そう、今度ユーちゃん。今週末ユーちゃん出るし。もうユーちゃんも散々言って。言ってた。もうまずお前、俺らには挨拶しに来なきゃダメだろうみたいな。バンバン言いまくってるから、まあ、今週末お楽しみにという感じでございます。キングギドラに改名しろって言っといたんだけどね。ギドラの学ぶです、みたいな。初めだからあれでしょ。ブッダにしようとしたら、なんかブッダは宗教色がどうのこうのって事務所に言われて。
されてとか言って、ね、でだったらあんたたち好きな雷にしたらいいじゃないのって学ぶのお母さんに言われたっていう。いや好きなんじゃない、多分あのあれじゃない、そっちの方面に雷がやっぱ多いんだよね。うん、でもね、そうだったらしいよ、実のところ。あ、そうなの？うん。いつもそうやって、だから多分自分のこういうの好き、ああいうの好きっていうのは、ね、親に言ってたんだよ。で、その流れでそれがついたってことらしいです。はい。じゃあお母さんが雷ってワードが気になってたんだね。そうかもね。そういうラッパーがいるっていう集団がいるっていうワードにね。あれかね。まあそれこそ雷って、雷族っていうのがあったわけじゃない、うん、昔。で、やっぱインパクトでね、言葉のインパクトで雷ってやっぱりリノがつけたんだけど、うん。うん、やっぱそのインパクト大事だからね、グループ。あれは、運命のね、そうだ、うん。その辺の流れってどうやって決まったの？何で決まった？だからあれだね。朝やんの、うん、そう、あれに出て、うん、その時だね。うん、マミディも、イジマも来てて、うん、みたいな。あの時、その雷って名前にしようっていう話は、うん、なんかみんなで一緒に言う時に決まったの？うん、じゃないんじゃないの？わかんないな。なんだろう。うん。わかんない。それはリノに聞いてください。あ、いつの間にか決まってた感じ。あと、パトリックに聞いてください。パトとリノで最初、雷のメンバーどうするかみたいなのを多分、選抜したんだと思うんだよね。でも自然、やっぱ自然発生的だと思うよ。まあそうだね。うん、まあ自然災害ですから。うん、それこそだから個性のあるラッパーが、こう、うん、やっぱ意気投合して、うん、うん。何かやろうってことだったんだと思うよ。だから、そういう、ユニット的なものでもあるのかな。まあでもあれだね、さっきの話でいくと、やっぱりその、いつの間にかみんながこう繋がっていって、うん、で、それこそブラックマンデーにも繋がっていって、うん、で、っていう感じで、そうなっていったってことなのかな。ヒップホップを愛してるとか、もう本当にディグってる人があんまりいなかったじゃない、うん、だからやっぱヒップホップ好きっていうだけで繋がれたし、うん、あ、こんだけ知識持ってんだっていうので知りたいっていうのもあるし、うん、そういう情報交換っていうのがあったかもね。そうだね。剣棒来ました。剣棒来ました。で、さっきのダンサーの話なんだけど、やっぱ、そのダンサーでヒップホップや、日本でやってる人たちを俺も見てたんで、やっぱ、剣棒はそのヒップホップマターみたいな、感じがして、剣棒に俺は認められなきゃダメだと思って、ずっと未だにやってるね。あれだよね、やっぱね、あのね、剣棒はね、あれなんですよ。とにかくまあ、もちろんダンサーであったし、ダンサー畑の方にずっぽりだった人だとは思うんだけども、そもそも、歌詞レコード屋でバイトとかしてましたから、もう曲詳しいってところからね、そこが多分他のダンサーとかとの、まあ、大きな違いはあったんじゃないかな。U&I、レコードレンタル。そうそうそう、ね、すっげえ音楽詳しいなって。俺もだから、初めて、すげえちゃんと話した時に、わ、剣棒すっげえ知ってんじゃんって、本当に俺の一個下なのみたいな。なんか俺、自分の年に、の中では、すげえ昔の曲とかも詳しいっていう自分で自負があったわけよ。ね。なのに、もう、剣棒一個下なのに、すげえ知ってる、マジやべえみたいになって、っていうのは、あるかな、ね、はい。そんなこと言われながらも、ちょっと照れながらも、今なんかタバコ吸いに行っちゃいましたけど、はい。そんな感じですけどね。で、まあ、そんなこんなで、雷が結成して、うん、で、だから、アサヤンのさ、コンテスト、うん、あれに出た時には、まだなんかこう、なんとなくな感じだったわけでしょ？メンツ的にも。だって、その、マーヤンが、マーヤンじゃないと、マミディがいたりとか、イジジマンがいたりとか、その辺の時は、そこら辺はどういう風に、じゃあここまで雷ってなったのはどの辺だったの？ブラックマンデーやってる時にそれやってたから、うん、で、ブラックマンデーやめて、ゆうちゃんが、94年で、で、95年になった時に、じゃあイベントやろうってなったんだよ。多分その、パトとリノで。で、芝浦そのまんま、その収録したゴールドだよね。うん、アサヤンもゴールドでやったんだけど、うんうんうん、で、アンヤコールが始まって、ヒデちゃんと会うんじゃない？そうだね、うん。俺も誘ってもらったし、だからあの時は D もいたし、イジジマンもいて、うん、で、コンちゃんもいたんだっけ？コンちゃんまだいないね。コンちゃんまだいない。アンヤコールはいない。アンヤコールはいないか。アネッタウリンぐらいからか。うん、そうかそうかそうか、ね。いや、なんかだからね、あの時はね、あれだったのよ。ソウルスクリームはイジジマン。うん、で、ライムスターは、マミーディ、うん。で、ギドラは俺みたいな感じで、こう、なんかグループで出るものではなくて、うん、なんかそれこそさっきマーヤンが言ってたような、うん、その、なんていうのかな、一人一人の個性のある MC を活かすイベントみたいな。うんうんうん、
なんかそういう感じだったよね。で、うん、最後にやっぱフリースタイルするんだよね、確かに、ね。そうだね。そうなんだよ。で、ま、すげえ一生懸命やってたの覚えてるもん。うん。すげえやってたよ。当時はでも、でもまだフリースタイル多分、ちゃんとしたトップオブゼットなんみたいなできてなかったよね。自分のリリックを言う。そうそう、自分のあの、ライブしなかった曲のリリックを別なオケで歌うみたいな、うん、そういう感じの、持ちネタフリースタイルってやつだったけどね。ブラックマンでもそうなんだよ。最後に、一日イベントやって、最後に、うん、あの、フリースタイル合戦じゃないか、そういうマイクリレーやって、うんうん、で、ゆうちゃんが最後、今日の MVP は、うん、とか言って決めるとかするんだよ。あったあったあった。うん、俺もね、俺もなんかの、なんかそういうところで、暗夜コール、もしかしたら先に出てたのかな、うんうんうん、なんかで、とりあえず一回ブラックマンデー来てよみたいなのがあって。あ、来たことある一回行ってる。あるある。ほんで、その時に、あの、俺も歌って、うん、で、パト曰く、それまでは、うん、なんだこいついけすかねえ野郎だなぐらいのことを俺思ってたらしいんだけど、うんうんうん、ブラックマンデーで歌って、あ、うん、こいつすげえしっかりしてんじゃんみたいになったっていう、うん、ところだったらしい。ちょっとロン毛で横刈り上げてたでしょ。そうだね。そう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 、そういう感じ。うん、はい、ということで、曲一曲いこうと思うんですけれども、はい、ランプアイの曲。うん、こちらは、まあまあ、ランプアイの当時ボルテックスから出た、うん、あの EP ね。あの EP 自体がまあとにかく、すごい。この時のまあ、リノはちょっと尋常じゃねえな。うん、本当に。中でもね、この He Who Me って曲のリノがすごいやばいんで、ちょっとあんま聞いたことない人多いと思うんで。だね。聞いてほしいなと思って。お願いします。ランプアイ、He Who Me。WREP ラップランチャンブレイク、さっきいただいたのはランプアイ、ヒーフーミーでございました。はい、これね、ボルテックスはオタケンだよね、うんうん、お楽しみ研究所警部だねとかが中心になって、できた、レーベルで、これ確かカンちゃんがエグゼクティブプロデューサーで入ってたんだよな。そうだ、うん、この当時でこのトラックもすげえかっこいいし、そうだね、この曲完璧だない、うんうん、だいぶすごい時代だなっていう気がするけどね、うんうん、そんな感じで今日はマーヤンを、お迎えしていろいろお話をしておりますけれども、はい、この辺から、これ出たぐらいの時はもうあれかやってたかな、始まって、うん、始まって、うん、で、2、3回やったら、ゴールドが終わっちゃったんだよね。あのね、場所的にちょっとさ、うん、やりづらかった。うん、そう、集まりづらいんで、うん、西麻布のイエローにしようってことで、アーネッタユリンが始まる。そういうことだね。うん。うん、まあ、まさにその、当時、イエローをやってた会社が、今、レップもやってくれておりますけど。なるほどです。そうでございます。そうです。はい、そこ繋がるんですよね。うん、アネッタユリン、そうだな、うん、まあ、アネッタユリンの時って、うん、もう結構グループ単位で出たんだっけ。そうだね、あの時はソロで出たんだっけ。どっちでもやっぱ雷のライブがメインだから、うん、それまでは DJ プレイが多くて、うん、あんまりいなかったような気がするけど、うんうん、平日あでも違う、やっぱりバラでやってたよ、あの時もまだ。そんな気がする。うん、うん、でもソロではないもんね、ソロとかはやんないもんね、その時はまだね。そうだね。うん、曲持ってる。そう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 、うん。だけどなんかだから、向こうの曲のインストかけて、それでラップするみたいな。うん、俺確かね、前か剣坊が DJ して、俺やるみたいな感じだった気がしたな。うんうん、そうだね、うん。サイドマイクやってよみたいな感じかもしれない、ね、うん。そういうのもやってたね。確か。懐かしい話でございますけども。ほいで、まあ、そこら辺から、まあみんなもう、うん、今さっきのランプアイもこれ95年かな、うん、まあ、キングギドラソロからの力も95年の末だし、うん、だからなんとなく95年ぐらいからそういう風にみんなもリリースが少しずつ、うん、俺ら世代もできるようになっていって、そう。で、96年に証言ができるわけですよ。そうだね。で、雷のその夜ジェットとか雷と、うんうん、あ、熱帯雨林一夜とかはその暗夜航路、あ、熱帯雨林で歌ってたのよ。そうだね、歌ってたね。90だから5、6年、5年だから2年ぐらいね、うん、レコーディングまではずっと歌ってんのよ。そうだよね、ライブばっかやってんのよ、うん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 、出してないんだからその曲を。そうなんだよね、出すの97年だから。そうなんだよね、3品終わって1年後ぐらいに
そういうことだよね。やっとその原曲ができるって。だからすごいよ、ね、まあでもさ、でも言うたら、ギドラもそうだよ。93年ぐらいからライブやってて、うん、リリースできたの95年だから。テープが出回った感じだもんね。そう、デモテープみんなに渡してとか、うん、そういう感じだった。あ、でも、あれ、俺ではライブやってたんだね。うん、そう。曲が何曲かあるからね。そう。っていう感じだった。溜まってるものがあっての、うん、そこにディールが来たから、アルバムが出せるみたいな、ね、今みたいにさ、もう自分でパパパッとさ、うん、チューンコアでさ、うん、リリースできなかったからね。だって、ほんとよく話するんだけど、やっぱり12日するにしても、うん、在庫持たなきゃいけないからさ、うん、そんなに、まあ、売れるか売れないか分かんないやつをいっぱいするなんかもなかったし、なんか自分でするとかなかったよね、当時ね。うん、そうだね。そういうノウハウがなかったし、うん、その、なんだろう、そういう、例えば流通するノウハウもなかったと思うし、うん、多分ね、俺思うんだけど、大輝とか、ああいう、いわゆる、うん、インディーの流通、うん、もうなかったでしょ、当時は。ないよ。ないよね。うん。うん、だからね、ほんとどっかのレーベルに拾ってもらうしかないっていうか、もうそういう感じだったからな。レコーディングだってスタジオ大きい匠機の前行かないとレコーディングできない。そう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 。まずもうコンピューターがないから。ECD にお金借りて証言作ったんだからね。うん、マックできたの何年 ?99? あ、でもまあ、あるか。あるはあるんだけどね。もうでも、いわゆるプロツールズなかったな。取り出すのがそう。そう。いわゆるだからオープンリールのマルチで撮るっていうね。うん、はい、そんな感じですけど。今話にも出た、雷の97年の楽曲、行ってみたいと思うんですけど。行ってみましょう。こちらはじゃあ曲紹介お願いします。雷で夜ジェット、パトリック・バーク。ランチタイムブレイクスを聞いただいたのは雷夜ジェットパトバージョンでございました。Yeah. はい。まあとにかくだからこの当時、まあ、うん、この勢いが、うん、もう本当に雷のなんていうかな、うん、一番こうシグネチャーというかね、うん、そういう感じだったと思うんだけどもね。今曲の中で鬼玉にってワードも出てきて、うん、もう97年には鬼玉にもやってたんだな、うん、そう考えると。そうだね。うん。鬼玉にはもう完全にあれだよね、ライブ形式で。ライブ形式。みんないろんな。クラブ散った。そうそうそう、うん、みんな、まあ、それこそギドラも出る、ブッダも出る、みたいな感じで、うん、ページャーも出てたと思うし、うん。あ、ページャーはやってなかった？ペジャーやってないね。ペジャーやってないか。ムロ君が、ムロ君名義で出てたのかな、ね、もしかしたらね、うん。なんかそんな感じだったと思うけども。まあ、あの時代はとにかく、本当にチッタで、みんな、いろんな奴らが出て、うん、もうライブをやって、そうね、とにかくどんだけみんな、かっさらうかみたいなのを、もう、なんていうかもう、レース。楽曲がそんなに出てないから、だからライブパフォーマンスで見せるって感じだよね。うん、ほんとそう。うん、もう、で、雷はいつもね、うん、なんか武器を持ってくるんですよ。ステージに。うん、水鉄砲持ってきたりとか、ね。風船とかね。でっかい風船持ってきたりとか、うん、まあ、あんなのね、すげえ盛り上がったなって印象があるけどな。まあ、なんだろう、すげえこう、うん、もう、いろんなこと考えて、いろんなことやるっていうか、うん、もう、とにかくできることすべてやって盛り上げるみたいな。うん、そういうのが間違いかな。それでね、やっぱ横のつながりをみんな大事にしてたし、うん、誰と誰が仲悪いとか、うんうんうん、酔っ払って誰かに突っかかるとかはなかったよ。なかったね。全然ない。全然ない、ね。で、みんなでヒップホップするのが楽しかった。それやってること自体がヒップホップだし、うんうん、まず行動しなきゃっていうね。うん、そうだったね。まあ、とにかくあの時はさ、うん、俺らでうちわもめしてる場合じゃないみたいな。うん、なんかもう、ヒップホップ、日本のヒップホップ新自体が狭かったし、うん、もうあそこでとにかく俺らがここでこう、内輪もめしたら広がらないなっていうのが分かった、ね、分かってたかもね。ほんとそうそう、うん。でもまあ逆に言ったら、うちらが興味ない奴らとはつるまなかったし、うん、それもあったでしょ、うん、正直言って。そうだね。うん。だからそこがまあ大きかったのかなとは思うけど、ね。いい具合に集まってきたんだよね。そう。まあ。イベント結構やってた。雷主催でやって、で、キドラ、うんうん、ライムスター、ブッダ必ず呼んで。うん、そうだね。うん。まあ、本当楽しかったな、としか思えてないけれども。うん、その辺の流れから、うん、大災害。うん。雷で。はい。あれ出したのが、あれ結構後だね。大災害。大災害って何？さ。雷2004年だよ。でしょ？うん。そうなんだよね。あれは第二次雷だ。そういうことだよね、うん。あの時はもう雷家族だったんだっけ？雷家族に名前したんだな。うんうんうん、でもファミリアとか雷ファミリーとかいろいろ候補があって、うんうん、それこそ自覚
生命判断みたいので、雷家族になったんだ。漢字の雷家族が、一番運気がいいですよ、みたいな。ほうほうほう。って言って、リノが、その誰かに聞いてきた。うん。うん。ちょっと短めになっちゃいますけど、その当時の曲、一曲かけたいと思います。はい。雷で、イカズチ。WRP Web Lunch Time Breaks お聞きいただいたのは雷でイカズチでした。最高です。これ最高ですよ。もうちょっと大人になってる。そうだね。でもよくあのなんていうかあのまとまりもできてるし、すげえ勢いで、うん、みんないろんなことツイッターの方言ってくれておりますけれども、もう良平鼻血出る、八丸いや勢い本当にすごいとかね、うん、タクゼル824、このミニアルバム、留学中で買えなくてめっちゃ悔しかったなって、ああまあそれもあったのかもね。ですね、あとね、さっき誰だったっけな、日シャン、あこれ20世紀の話だけで時間終わる。フィールドオブドリームスまで行かへん、あの一連のタイアップの話来たかったのに、だって あ確かに、まああれはね、もともと俺がポニーキャニオンにいたんだよね、当時、うんうん、でポニーキャニオンっていうのは、富士山系グループってことで、うん、キャニオンの担当がいつもフジテレビの、スポーツ局の方に、うん、ヒップホップとなんかできませんか、スポーツでってずーっと言い続けてたら、うん、まあ、なんだ、ヤクルトスワローズの巨人戦の、うん、中継の番組が、まあ、フジテレビやってて、うん、で、それを何かこう、プロデュースみたいなのしませんかっていうお話をいただいて、うん、で、その時に、まあもうヤクルトといえばマーヤンでしょっていう、うんうん、もうマーヤンが大ファンだから、うん、ってことで、マーヤンが一番よくわかってるから、うんうん、じゃあこれはマーヤンに付き合ってもらおうっていうことで、二人でやってたんだよね。やりましたね、一年間 ね。よかったね。楽しかったな、うん、なんかもう、もう、なんだろう、いわゆるプロデュース、もう本当にね、うん、いろんなもう、球場のプロデュースみたいなことであれしたし、うん、俺自分としてはね、非常にね、うん、なんていうのかな、誇りに思ってる点としては、うん、あそこから、キャップがニューエラになったからね。はいはい、はい。ヤクルトも。だって、ね、普通のキャップだったじゃない、それまで。で、一回ニューエラでやっぱ作りましょうよっつって、うん、なんか俺デザインで、なんかニューエラバージョン作らせてもらったら、その次の年からニューエラが、ちゃんと。そうだね。そこからプロ野球に参入しやすくなったかもしれない、ね。うん、そう。今じゃ定番になってるな。そうなんだよね。だからまああれは非常に自分でも嬉しかったなと思うけど、あとまあライブが楽しかったね。うん。ライブやって、うん、花火がダーン上がって。そうそう、神宮のね、球場に降り立ったっていうか、こう、うん、立ってライブしたのは最高です。ね、本当にね。はい、はい、そんな感じだったですけれども。もうちょっと時間、もう1時間過ぎてしまったんだけども。あららら、1時過ぎてます。はい、すいません。ちょっとこれはもうやはり今回ね、マーヤンにこのタイミングに出ていただいてる理由は、もちろん、ニューアルバムがリリース。そうです。1ヶ月前の、3月28日に CD が出て、うんうん、で、2週間前、4月14日の水曜日に、うん、配信が始まって、はい、1ヶ月ぐらい今経ってるんですけど、いろいろ活動中です、今。そうですね。みんな広くいろんな人に聞いてほしくて、うん、はい。マナブが、マーヤンさんの新曲で、イカズチ3というのがあったのがとっても気になりました。はい。だって。イカズチ2まであるんで、うん、あ、これは3かなと思って、うんうん、つけました。マヤン、今回は、それまでに出した曲もちょこっと入ったりするよね。そうね、本田さんとやったやつとか、ね。やったやつとかね。そう。いつ頃からこれ作り始めたんだっけ？これは2014年に事件を起こしてしまって、みたいな、うんうん。はい。そっからやっぱちょっと落ちるんだよね。うん、やっぱどん底っていうか、うんうん、下の方に落ち、そっから上がっていく過程かな。その思いが詰まってるし、うん、やっぱ7枚目なんで、キャリアがあるので、うんうんでも一番まとまってリリック言えてるんじゃないかなと落ち着いて作れました。で今までで一番まとまってアルバム単位で聞いてもなんか伝わるように、うん、リリックがまとまってるかなと思う、うんうん、大人になったなと思って、うんうん、そういうアルバムです。まあ、そうだね。はい。もう我々50代でございますから、うん、はい。はい。大人ちゃんでございますけれども。皆さんぜひぜひね、アルバムの方をチェックしてもらえたらなと。ジブラのソロアルバムを期待してます、うん、みんな。そうだね、はい。まあそれはそれでちょっとやらなきゃなと。絶対です。思っておりますけれども。うん、はい。そんな感じで。あと俺 YouTube チャンネル始めてるんで、ね、こういうヒストリーの話は自分の一応まとめて今、うん2005年まで終わってるんで、うん、うん、
あれさ、なんかさ、うん、その日記みたいなのが出てきたんでしょ。日記つけてさ、うん、忙しすぎてね、多分これなんか残しとかなきゃダメだなと思って、うん、ずっと多分カレンダーにこうつけてたんだよね。それが良かったね。それを見ながらこう紐解くみたいなね。あれはだいぶ細かいところまで、うん、だいぶ細かいところまで紐解かれてるから面白いよ、うん、もしまだ見たことない、うん、あの方はぜひぜひチェックして。2008年からは俺ブログ始めたんで、あーはーはーはー、ブログをこれから辿っていけばもう終点まで、うん、現代まで行くんで、うんうんまあ、ここでね、話して1時間でまとまるわけがないので、うん、はい、その辺は、じゃあ、マーヤの YouTube の方チェックしてください。うん、じゃ最後にアルバムから聞いてもらいましょう。はい。はい、あと、告知系は？告知は、まあ、あとは、そうか、本当はね、今週末もね、あれがある予定だったんだよね。ポップアップストアが来た先日だったんだけど、中止になりました。そうですね、まあ、しょうがないね、うん。今この時期でございますから。また、自粛が明けたらやりたいと思います。うん、はい。じゃあ、それはまあ、SNS とか、はい、そういうところで発表されるので、はい、皆さんフォローってください。ということで、今日のゲストは GK マーヤンでした。ありがとうございました。最後にニューアルバムからこちら聞いてお別れです。曲紹介よろしく。イエーイ、イカズチ3。お聞きいただいたのは本日ゲストで登場してくれました GK マーヤーニューアルバム Keep on Moving 7からイカズチ3でした。はい、今絶賛発売中なんで皆さんぜひぜひチェックしてみてくださいということで、ここで一部終了なので、今日のレップのラインナップを紹介させていただきましょう。まずはですね、この後、DJ ケンボー、毎週木曜日はケンボーがDJ ミックス、こちらレップスタジオから生放送でお届けしてくれます。そして、2時からプレイリスト。6時からレップ6。今日の6レップは AYA ちゃんの番です。生放送。本日のトークテーマは、私が昭和を感じるものですね。今日は昭和の日なんでね。黒電話、ブラウン管テレビ、カセットテープとかね。駅で切符を切られる。ああ、そうか。あれなくなったのか。レジが手打ち。風呂は近所の銭湯など、昭和といえばと思うアイテム、慣習、行事、人物、流行、文化などを教えてください。ハッシュタグ6レップまでよろしくです。8時からはソリッドスカイエンターテインメントのアンチェンドレディオショー。本日はイーライワンとフランク・ローガンが登場です。人気ラッパー成功の秘訣を探るトゥーザトップのコーナーではニューアルバムが話題のマネーバック用を特集。9時からは渡辺翔の DJ's プレイリスト。今日はゲストで DJ エルサイドが登場です。かつてはブルーマジックなどでプレイしていた DJ エルサイドが青森に拠点を移して現在も活躍中。本日はリモートで生出演ということになってます。10時からは、フォースコーストレディオ。今日はスクリューと DJ 初音です。収録放送となってます。毎回盛り上がってる四国のヒップホップシーンの情報を中心にお届けしている新番組。本日はスクリューが2回目の登場です。四国の注目ラッパーからスクリューおすすめのスイーツなどまでいろいろご紹介いたします。そして明日ですね、明日毎週金曜日はミュージックバトルチャンピオンシップ、こちらランチタイムブレイクスでやっておりますけれども、2回戦第4試合ミスタービーツ AK DJ ソロリ VS DJ ケンボーのジブラバトルということで、はい、ケンボーさんこの後ねその話ちょっと聞いてみようかなというふうに思っております。明日12時から2時間生放送、はい、ということでよろしくお願いします。ここで CM 挟んで CM の後は DJ ケンボー、皆さんそのままステイチューン。